さあ、つどもみつおです。はい、ということで本日は、おとといのね、動画で紹介させていただいた、まあね、新しいイベントが来るよっていう、レア以下のね、レアリティで戦えるフェスティバルのね、イベントが来るよって話をさせていただいたんですけども、そちらのイベントで使える、レア以下のデッキで、まあ、ちょっとね、使ってて面白かったりとか、そこそこ使え、あの、強いよっていう、そこそこ戦えるよっていうデッキをね、5000ちょっと紹介していきたいなと思っております。で、今日のこの動画では、もうそのテーマをね、ただ5000、5個のね、デッキを紹介するだけであって、デッキの詳細とか、まあ、動かし方とかっていうのはあんまり詳しくは紹介しないんですけども、明日以降、そのね、5個のデッキをもう全部、もうすべて、デッキの詳細から、まあ、あの動かし方とかで実際にあの対戦してみるみたいな、まあ、いつものね動画のようにちょっとね動画を作っていきますので、今日はまあくまでもその5個のデッキを紹介させていただいて、詳しい詳細とかでデッキの内容とかあの戦い方とかっていうのは明日以降のねあの動画で全部紹介していきますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまず1個目のデッキ、エントリーナンバー1、ユベルということで、ユベルデッキをね作ってきました。これはね、昔の遊戯王をやってた人にとってはね、結構胸やつ、激やつ、魂、ワクワクといった、そういった感じで、あ、まあ、ユベルっていうのは、この第一形態の、まあ、普通の、みんながよく知ってるユベル。そして、第二形態の、まあ、この、ユベルデサペルリッターっていうやつ。そして、第三形態の、ユベルダセイクストリームドロロロロロッテっていうね、こういうね、三種類のユベルがいるんですけど、これをね、どん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 レベルアップしていって、この最終形態のユベルでどんどん戦っていくみたいな、そういうデッキになっております。で、そのユベルを、まあね、こいつ破壊したら進化していくっていうね、効果になってるんですけど、それを手助けするのがこのね破壊童子って言われる、まあ、テーマがあるんですけど、これを使って、まあ、ユベルを進化させていくと、で、まあ、キラートマトでユベルを出したりとか、まあ、そういうこともできるといったデッキになっております。はい、では2つ目のデッキ、カオスソルジャーということで、カオスソルジャーデッキとなっております。もうデザインがこの最強のカード、カオスソルジャー結構本当に俺の中でも遊戯王の中で相当上位に入ってくるぐらいこのデザインが完成されてるんですよ。まあ、やっぱ特にね、もうごめん、昔話ばっかりしてごめん、もう当時の遊戯王知ってる人はなんかね、遊戯王の筆箱とかあったんだけど、ブラックマジシャンとカオスソルジャーが載ってたりしたのよ。なんかやっぱ当時ね、ちっちゃい時の俺にとってはこのブラックマジシャンとカオスソルジャーっていうのはやっぱりどうしてもね、かっこいいキャラっていうイメージをもう植え付けられてるんですよね。まあそんなカオスソルジャーデッキなんですけど、儀式をねテーマとしたデッキとなっておりまして、まあ、儀式をねサポートする、まあ、この有名な戦時ゴッド、ソニックバード、マンジゴッドは全部入ってて、でカオスソルジャーの別のね新しく出たサポートのカード、まあ、テーマカードがあるんですけど、こいつらもねレアリティがノーマルだったんですよ。なのでかなりな作りやすいデッキとなっておりました。で一応ねカオスソルジャー以外でも戦えるように、まあ、昔禁止カードだったカオスエンペラードラゴンとかね、カオスソーサラーとかこういったカードも入れていて、まあ、カオスソルジャー以外でも戦っていけるデッキとなっているといった形です。まあ、エクストラはね適当にぶっ込んでるんで、まあ、残りはお好きなカードを皆さん入れていただけたらなと思います。はい、3つ目はメタルフォーゼオッドアイズになります。まあ、メタルフォーゼって言われる、まあ、バニラのペンデュラムカードがテーマの、ね、デッキになってるんですけど、それとこの魔術師ね、魔術師を混ぜたデッキとなっています。一応このデッキの切り札は昨日のね、昨日じゃねえか、そのイベントのね動画でも紹介させていただいたオッドアイズボルテックスドラゴン、これが一応切り札となっておりまして、もう3積みゴリゴリに積んでおります。で超弦の魔術師、これなんでレアカードなんだろうね、不思議なんだけど、超弦の魔術師っていう純正弦のめちゃくちゃ強いカードがあるんですけど、こいつもレアリティがレアなので、まあ、これを使ってパーシアスとかにシンクロ召喚もできるよといった結構器用なデッキとなっていますので、今紹介してきたユベルカオスソルジャーよりもデッキパワーは強いです。ただまあ前の2つの方が昔から遊戯王やってる人にとってはやっぱロマンがあるかなと、せっかくねレアリティ以下があるので、まあ、強さとロマンをね掛け合わせたちょうどいいぐらいのデッキをねみんなに握ってほしいなと思っております。はい、では4つ目のデッキは無限軌道になります。まあ、無限軌道とこの特急列車かな、列車をこう掛け合わせたデッキになっているんですけども、これねちょっとレアリティ以下の生配信参加型でさせていただいた時にリスナーさんが使っていたテーマになっていて、ちょっとそれで僕も知ったんですけど、これね
正直レア以下とは思えない展開力でさえ、これ結構どんどんこう特殊召喚してきて、でランクの高いエクシーズモンスターを出せると。でなんならこのリンクのねゴライアスっていうリンクモンスターがいるんですけど、こいつの効果でエクシーズモンスター1体の下にこいつをね入れることによって、そのエクシーズモンスターが効果では破壊されないっていうね破壊耐性をエクシーズモンスターにつけることができるんですよ。でザ・セブンシーンズとかね作れるんで、まあ、こいつ出して破壊耐性なんかつけちゃったら4000の効果破壊耐性持ちですから勝てません。勝てない。レア以下でそんなことされたら本当勝てないんで、このデッキもねかなりパワーのあるデッキとなっていますので、ぜひあの列車系とかねこういう機械族が好きな方はぜひ使ってみてください。まあ最終的にはこの雲になりますけどね。はい、それでは最後のデッキは未開域暗黒界デッキとなっております。まあ本当はちょっと先に言うんですけど、この未開域のねブラウとかベージュをもうちょっと増やしたい気持ちあったんですけど、もうちょっとねレアのレアのねこのね素材のポイントがだいぶ減ってきちゃって、ちょっとさすがに取っとかないとなっていうことで、ちょっとノーマルカードで妥協した部分もちょっとあったりするんですけども、まあにしてもねこれも結構強くて、やっぱ未開域っていうカードが簡単に特殊召喚できるんですよ。で簡単に特殊召喚して、まあこういうねランク8のドラッグラビオンとかそういう強いねエクシーズモンスター出したりとか、一応このオッドアイズアブソリュートドラゴンにもねエクシーズ召喚できて、そこからこのオッドアイズボルテックスドラゴン出したりとかもできるので、またねこのデッキでもねボルテックス使えるんかいって感じはしますけども、まあそういった感じでポンポン特殊召喚してエクシーズしていこうっていうそういうデッキとなっております。で未開機の効果で手札からモンスターがね墓地に送られるんですけど、その時にこういう暗黒界とかが墓地に送られたら、まあさらにね暗黒界の効果が使えるといった形で、これもねレア以下の中ではかなり強い両方になっているんじゃないかと思ってください。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今日はね冒頭にもお話しさせていただいた通り、5つのねテーマをとりあえず紹介するといった形になっております。まあ結構本当に最初の2つは、まあ特にロマン枠で、残りのね3つは本当レア以下の中だったら結構上位に入ってくるぐらいパワーのあるデッキとなっておりますので、皆さんぜひねポイントが余ってたら、まあいろいろ作ってみてね、せっかくのイベント楽しんでいただけたらと思います。でまたね私あの生配信の方でレア以下の参加方とかもやっているので、まあ、もしあの遊びたいなとかっていう方はぜひデッキ作ってみて一緒に遊んでいきましょう。はい、ということで明日からねまたこの5つのねデッキを、まあ1個目からいくか、やっぱユメルからねせっかくなんで順番通りに紹介していけたらなと思っておりますので、皆さんそちらもねよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画がまあためになった、面白かった、まあ、次のねこのデッキ召喚を見たいっていう方はですね、ぜひチャンネル登録高評価そしてコメント、このハッピーセットよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画はここまで、また次の動画でお会いしましょう。つみそでした。バイバイ。